今、紹介している向谷忠先生はこの10年ぐらい、10年以上になるかも分かりませんが毎月1冊、時には 1ヶ月に2冊、いろんな切り口で、彼自身が人生の中で体験した経験の中で得得した本を送ってもらい、いつも感心しております。いわゆるメディアの社会で生きながら、社会の隅々で行われるすべての物事に精通し、政治から経済、社会、そして文化、文学を含め、非常に役立社会からですね、すべての人々と接触し、その人々の中で行われている行動を捉えるという、その各業種の行動原理というものをよく理解して、彼らについて判断した結論を文章にまとめてます。だから、まあこれだけあらゆる角度からこの社会のすべての隅々までの問題を拾い上げるという非常に裾野の広い知識を持っておられる。もちろん武道もやってる、空手もやってるわけ。まあ私も向谷さんのようにその社会に行われるすべて、そして、この国というものを大きく捉え、国を含むこの地球上において存在するすべて、その地球上で行われるあらゆる行動をすべて知り尽くす、こういう人間で私は人生を全うしたいと、まあ、向谷谷先生のこのやっぱり毎月必ず1冊か2冊本を出しているという、このやはり並々にならぬその自分の意見を表現して、そして本として残していく、もう何百冊以上あるでしょう。これ何千冊になるかも分かる、これはまあ極めるというかね、こういう出版にあらゆる自分の意見を述べて、そしてこれからまだ私より若いですから、このペースでどん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 出していけば膨大な出版作家に、なって、それが後世の人々に送るメッセージになるであろうと思います。昨日も、張本勲さんがここのスタジオに来られましたけど、総理ちょうど送ってきた向谷さんに忠先生の本を見たら、この張本さんの意見がこの本にも書いてある。やっぱり偉大なレジェンド、球界のレジェンドが述べた言葉が向谷大さんの本にも書いてある。それを見て私もなるほどと、いい意見であり参考になるなと、
人がやらない間に自分は必ず練習をすると、その積み重ねが今日の記録になっている。心配性だと、明日がどうなるんだろうかと、自分は今日打った成績を明日も出せるかどうか不安だと、だから練習するんだ。まあ私も毎日ここへ座ってその日その日の感じたことを意見を述べております。全く、10年やっておるけれども、一向に、私のこのテレビというのは伸びずに、後から始められた方にどん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 追い越されて、皆は立派に成長しておられるけれども、やはり私の場合は止められてしまって、まあそれ以上伸びない。しかしもうやめようかと、もう伸びないからやめようかと思うけれども、それじゃあ物を書くかと、毎月これも大変なことだろうと思うんです。向谷さんのように毎月書くということは大変なことだと、それだけのやはり書く情熱が、それだけのまたネタがあるだろうかと。今のところ自分で歩んできた過去の歴史を書いてるだけです。これからは自分の歩んできた過去の歴史よりも未来をどのように私は考えているか、この日本という国の未来はどうなるのか、この日本を含む世界、地球上の全ての世界がどのように変わるのか、これを私はこの GRP で述べてるわ。そういうものをこれからどんどん変えていくべきじゃないか。それで、私が45年間唱えてきておるユーロシアの時代、ユーロシアの発展、ユーロシアが地球を支配する時代、このユーロシアの地が大きく栄える時代、これは11世紀、12世紀のモンゴル帝国、ジンギス・ハン、こういうものを45年前に私は夢に描いて、よし、俺はジンギス・ハンと同じ道を歩んでやろうと思って、ユーロシアを中心とする世界一極支配体制を考えたんだけど、簡単に東京地検特捜部に潰されちゃった。だからやっぱりそういうことを考えると、また自分の運命も変わっちゃうのかと、それ考えない方が良かったのかと、まあ自問自答しながら、まあ今日までだらだらずるずる生きてきましたけれども、80になりましたから、もうこれ最後の勝負だなと覚悟をして、私ははっきり申し上げて、誰に遠慮する立場はありません。誰の部下になったこともない、人の誰の下についたこともない、ずっと一匹狼で一人で生きてきました。後藤田正治、後藤田正治も相談役として国際情報を私は提供する立場で、彼もそれを国会で証明しております。楢崎彌之助から官房長官、あなたは松浦良介とどのような付き合いをしてましたか。私は松浦良介さんとは、この世界情勢、特に中東情勢について彼から
日々移り変わる中東情勢のレクチャーを受け取りました。政治家として間違ったことをしたとは思っておりませんと細田さんは答えた。いや、そうですかと旦那さんもそれ以上突っ込めなくなっちゃう。答えて否定するんじゃなく肯定したわけだ。まあそういうことでですね、私は誰の下についたこともない、勤めたこともない、常に私は一人で一匹狼で生きてきたわけですから、その代わりあらゆることの責任は取らなきゃいけない。だからなぜかわからんが、逮捕された時も私の運命がそのように描かれたんだなと、神様によって、神様がお前は一時捕まって小助でしばらく休んどきなさいと、それが神さんの決定であり言葉であるならば、運命は天に任さざるを得ない。はい、わかりましたと、私はその通り小助で黙って1年近く、まあ過ごしたわけだけど、それじゃ運が、神さんが運がもうお前は尽きたぞと、お前の運は終わったぞと、あ、それだ、仕方がない、ビジネスやっても失敗すると思ってビジネスみんなやめちゃった。そういうふうにですね、やはり我々は人間の存在なのは宇宙観からすれば針の一点にもならん小さな小さな、あれよりも小さな存在である。偉そうにする必要はない。まあそこで今の向井谷さんの本に戻るが、田中角栄は金を渡すときは、金を提供するしてあげるときは、頭を下げて感謝の意を持って渡しなさいとこう書いてある。なるほど、おい、この手け威張って渡すのと、その日頃ご苦労さんでございます、お世話になっております、どうぞ頑張っていただきたいと思います、感謝しておりますと言ってお金渡したら、受け取る方の気持ちは威張ってバーンとなる。ね、これとは全然また違ってくるだろう。今はやはり受け取る側の立場も同じことで、金を受け取る場合はやっぱり感謝の意を込めて受け取らなきゃいけない。それが二階俊幸の次男のように、中小企業の社長がやっと入札に参加したいがために、それを陳情するために100万円の金を子供の学費まで集めて、やっと100万円の札束を作って持ってやがった。2階事務所へ持ってやがった。何、こらお前ら、何だい、2階を舐めとんのかって言ってバーンとこの金を叩きつけた。少しは田中角栄のようにお金を渡すときは頭を下げて渡せと、その気持ちがやはりある人間と、また金を受け取る場合に感謝もしないと、額が100万円だからこの野郎舐めとんのかって叩きつけるというね、まあ天と地の差があるなと、二階と田中角栄じゃ。まあそういうこともこの本に書いています。私はまあ今日はまあこの向井谷さんのこの本にかける情熱を私も毎月送っていただいて、感謝とともに、感謝するとともに、向井谷さんに対して敬意を表する意味でお話をいたしました。